今日から俺は YouTuber ライブ担当の桜井です。今日は、ちょっと藤井さんにフック、マウトのフックの、まあ打ち方っていうか僕が思うフックの当てやすい方法をちょっと教えたいと思います。フックっていうとやっぱりイメージ的には、まあ、なかなか正直当たりづらいパンチ、あ、この振り幅が大きいんでやっぱブロックされたりで空いてしまうんで、そのままツーやったり、そのままフックにフックかぶせられたりっていう結構リスキーなパンチなんですよね。やっぱでなかなか一般1月目からフック当てることって難しいんで、まあツーフックやったり、まあ、コンビネーションにフックを混ぜてツーを当てる用のフックで見せてツーの当てる用のフックやったりっていう多いと思うんですけど、僕結構使ってる、まあ、フックをの当て方なんですけど、距離はこの距離じゃなくて接近戦の時のフック、この距離ってやっぱ相手が警戒するパンチって言ったら、まあ、下のボディやったりアッパーやったりやと思うんですけど、なかなかフックでこの距離でフックってなかなか打ちづらいと思うんですけど、この距離をいかにフックの距離にしながら打つかっていう接近戦で打ち方なんですけど、相手がこう、この接近戦で打ってくる、打ってきてもいいですか、大丈夫です。何でもいいかな、そこを守って、あ、どうも、ちょっと好きやな、もうちょっと軽めにこう、はい、打って、普通守る、守ってるところを、まあまあ、相手のコンビネーションとかあると思うんですけど、を見て、こっちの方に打たれた時とかに、まあ、返し的にはアッパーやったりが多いと思うんですけど、で、ここでフックを返す時なんですけど、自分の後ろ足を引く、ちょっと引きながら、まあ、イメージ的に斜め後ろぐらいに引きながら自分の体をちょっとのけずらす距離を作りながら、このまま長いフックを打つっていう打ち方が結構僕はやってて、この距離からドーンドーン、そのイメージ的にはこの相手のもう後ろ耳の裏ぐらいを狙う気のつもりでこうドーンと打ってきて、ドーン、もう自分で距離を作りながら当てる。いや、この後ろ足を引きながら自分で距離を作りながらドン。そうですね、この距離を作りながら打つっていうフック、抜け軽くこう相手が打ってきたところを、その接近でこう近いところをこうアッパーとか打つんじゃなくて、ここで自分の後ろ足で距離を作りながらドン打つ、でそこからこの距離ため作ったところで返すっていうのが接近戦でのフックが結構僕の中では、自分がまあそのフックの距離を作ってあげる、相手が打ってこうへんと思う距離でフックの距離を作るの、で返すっていうイメージでやってもらったら、接近戦でのフック結構フック単発のフックでも当たるんじゃないかなと思います。で一回藤井さんにちょっとやってもらいます。この接近戦の距離で打ったところを、そう体のけぞらしながらドン、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 そうそうそう、ドン、ドン、ここで距離ができるんで、そこからツー、ドン、返したりで、ドン、返したりで、はい、完璧です、はい、見てます、ありがとうございます、ありがとうございます。ニセキックの試合はどうやったの？いやもうちょっと正直キック、まあまあ、まあね、いくらキックって言ってもね、そんな舐め取っ
ちょっとまあまあ練習全然しんかって、もう蹴りの練習もさばき方やったり、もう蹴りやったりも一切練習せずに、まあ、ボクシングだけ信じて行こうと思ったんですけど、まあ、結果的に勝った、まあ、動画とか見てもらったら分かると思う、勝ったんですけど、蹴りは痛かったですね、ほんまに。ちょっと、まあまあ、キックボクサーも僕はリスペクトします、それは。はい、ありがとうございます。ちなみに今日は桜井二世くんがキックボクシングの試合に出ています。二世頑張れよ。ご視聴ありがとうございました。この動画ええやんって思ったら高評価を、頑張れって思ってもらえたらチャンネル登録をよろしくお願いします。